演舞開演。どうも、私のズレズレなる日常演舞さんですよね。はい、そのいうわけで本日はこちら、ファミリーマートのソーセージ駅巻きを食べたいと思います。どんな感じになってるの。駅巻きって僕マクドナルドとかで言われてますけど、実は食べたことないんですよね。なので今回初めてなのでとっても楽しみです。こんな感じですね。パンとソーセージと卵、いろいろ。はい、美味しそうです。ちょっとパンは硬めですね。ではいただきます。ちょっとボソボソしてで水分を取られちゃうかなというような感じですね。お世辞にもちょっと美味しいかなとは思いませんでした。中に入っている卵サラダ、ハム、ソーセージは旨味がしっかりあってとっても美味しかったです。ただやっぱりそこまで生地は残念だったのでこちらの点数を稼いだきます。これを節制に食べたいとは思わないかな。まああったら食べるか、出されたら食べるかもしれませんが、ご視聴ありがとうございました。コメントしていただけると嬉しいです。エンド編ね。パソコンおよびスマートフォンのアプリの方はクリックをお願いします。